里トシク院は、戦国時代から江戸時代初期にかけての女性で、豊臣秀長の性質。山和国出身で、北家寺の京春にという美国であったと伝わる。名は、お藤で、後に、光秀にと言われていた。父は、秋篠の伝左衛門。天正十三年から十四年頃に、秀長に嫁いだ。秀長が北家寺の天であった、沖都市にに惚れた。こう解任した。 沖戸市には寺に泊まれず、菊田てで似て、大善院を出産。秀長は独身であったため、性室に迎えた。秀長に嫁ぐ際に、原属死を不治となる。秀長との間には一男二女を設けた。長男、小一郎は創生し、長女は、毛利秀元の性室となった、大善院。次女は、豊臣秀康の性室となったお宮。秀での没後には、幸福院。 中高会期より第二世の二を務めた。これらの縁により、義兄にあたる豊臣秀吉は、治療200国を寄進した。元那八年に死去。大徳寺の卓中、大公院の秀長の墓の隣に葬られている、女性は別人である。この女性は秀長に、ゆかりの女性であるとわかるが、里しくも院と別人であり、元は織田信長の側室であったと考えられる。 あとに、秀長の側室になったとも、ありがとうございます。